花花小島泉です。小野真希子です。はい、20周年を迎えてからですね、この YouTube チャンネルに、はい、本当にたくさんの大事な私たちの仲間たちが、先輩や後輩や友達や友達っぽい仲間友達っぽい友達もいましたけど、本当に19組ですって。ありがとうございます、はい、たくさん本当に愛のあるコメントをいっぱいいただいて、はい、なかなか今年いろんな人に会えなかったけど、会えた気分になって嬉しかったです。でですね、20周年にちなんで20本のコメントをいただくということだったんですけど、はい、19組今日がラストです。ラストデイというわけで、はい、このようなコメントをお寄せいただいています。なんて言ったらいいやろ。とりあえず見てみましょう。はい、見てみましょう。はい、どうぞ。いずみさん、20周年。おめでとうございます。ありがとうございます。なんやかんやありましたけども、いろんな方の、たくさんのスタッフの皆さんとか、マネージャーさんとか、20年以上携わってくださった方もたくさんいますし、そうね、たくさんの皆さんのおかげでなんとか20年やってこれましたね。なんか面白くやっていきましょう。また30周年に向けて、とにかく元気で、元気がないとね、こっからはね、元気にやっていけたらなと思ってます。なんとなくぼんやりあなたが歌ってるこう横顔とか背中とかを見ながらやっていくんだろうなという気はしてます。なかなかの おてんばおばさまですからね。おてんばおばさま、スプーンおばさまで、仲良くほどほどにやっていきましょう。何言ったらいいかちょっとあんまり分かってない。40周年迎えれたらいいな。40周年はいけるかな。ちょっと50周年はだいぶ賭け賭け的な。猫くんもおめでとう、抜けるよ。大変なこともあると思いますけれども、これからも仲良く頑張ってまいりましょう。猫くんもおめでとう言ってます。それかもよろしくお願いします。またまたってすごい。小野真希子さん、はい、花花20周年おめでとうございます。ありがとうございます。花花小島泉です。知ってます。今ビルボードのリハーサルがもうすぐ始まるスタジオの自分の車ロールスロースの中からコメントを一人で撮っています。もうすぐマキちゃんが来るのでちょっとドキドキしながら一人でこっそり撮っています。リハ前やん。20年振り返ってみて、本当にいろんなことがあったので、楽しかったこともそうじゃなかったことも、あとまあ私たちの周りをいろんな人が通り過ぎていったり、今も力になってくれたりしていますけど、まあそういうの本当に一個一個噛み締める一年に去年はなったんじゃないかなと思います。難しいな、何を照れるな、何を言ったらいいやろ。わかるよ。みんなに20年続けてきてすごいですねとかおめでとうとか言ってもらったんですけど、私は20年の間にこう続けてこれたのは、マキちゃんがじゃなかったら多分できなかったなと思うし、
なんでかなって思いながら今日運転してここまで来たんですけど、なんか、小野真紀子はね、なんつうのかな。してほしくないことをしないでいてくれる人なんで、難しいな、これなんか褒め言葉になってるかどうかわかんないんですけど、してほしいなって思うことを分かっててやってくれるタイプの人と、これは触ってほしくないなとかしてほしくないなとかいうことをずっとしないで見続けてくれた人で、難しいんですけど、なんか結局長いこと一緒に入れて、しかも居心地よく楽しく入れるために、それはすごい必要やったことなんじゃないのかなと思いました。あとまあその世界は広いんですけど、でいろんな人が住んでるし、いろんな人が生きてるし、いろんな立場のポジションの人が自分にとってねいると思うんですけど、相方って呼べる人がは多分もう後にも先にもまきちゃんだけやと思うし、誰かとの間柄の中で相方ですって紹介できる人生があってよかったなと思います。これから先いろんな人がまだまだ私たちの周りを通り過ぎていくと思うし、いろんな場所にも行くと思うけど、変わらず音楽を通じて、通じなくても一緒に同じものを見たり、たまに違うものを見たらその話をしながら美味しいものを食べて、音を合わせて人生を重ねていけたらいいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。花小島泉でした。おめでとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どこで撮ってんねん。リハの前にスタジオの近くみんなもう来るっていう前で、そうやね、だからちょっと今日ってたんや。なんかそうだ、朝な、朝一のスタジオってまあ車空いてるんですけど、変な止め方してたよ。そう、私がピューって入って車止めて、すげえ大胆な変な止め方しててあれはいろいろ入るからね、後ろにとか、そうスタジオの名前とか、下手くそな止め方してんなと思ってたのはそうなんです。そういうことね、なんかちょっと挙動不審やったもんな。そういうことか。そうです。こちらこそありがとうございました。なんかお互いのコメントが多分一番文字文字してる。これさ、あれやんな、お互いもニヤニヤするけど、これ一番見てニヤニヤしてるスタッフも。なんかね、やっぱ改めてこう、こうメッセージを送るっていうのが普段そんなせえへんし。ないよ。なんかまあいろいろ普段思ってることとか多分お互いあると思うんですけど。言わへんよね、わざわざ。わざわざ言わないよね。まあこうやってわちゃわちゃやっていくわけですよ、きっと。まあ多分ずっとわちゃわちゃこんな感じで、うん、行くんでしょ。多分ね。まあでも、あ、本当に。ちょ、また30周年の時コメントしようや。あれから10年経ったなぁ、言うて。この今回よりもお互いが健康に気をつけてっていうのを強調するのが多くなっていくのね。最近腰どうええ、言うて。そうそう。もうね。で40周年、50周年ぐらいだったらどっちかの家とか泣けるぜみたいな。まあそれでも皆さん楽しみにしてください、このグダグダもね。うん、グダグダあってこその花々です。演歌あかんのか、いいことにしようということで、はい、20周年コメント、はい、今回が最終回となりました。皆様、ね、コメントいただいた皆様、そしてご覧いただいた皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。また面白い YouTube、うん、ここからはねやっていったりいかんかったり、そう、せっかく見てくれた人たちがね、そうですね、引き続き楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。チャンネル登録、チャンネル決めてあんま言わへんことやから、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。